ルボミール・モラフチ区ク・ルボミール・モラフチ区クは、スロバキアニトラ出身の元サッカー選手、サッカー指導者である。ジェフ・ユナイテッド、市原在籍時の登録名はモラフチュク。1965年、チェコスロバキアにトラ出身。同地のサッカークラブ FC にトラで、サッカー選手としてのキャリアを始める。その後1990年から、 フランスディビジョン1の AS サンティティエンヌに移籍。フランスでのプレーは高い評価を得て、1992年にはフランス一部リーグ外国籍最優秀選手に選ばれた。その後、1996年には同じフランスリーグの SC バスティアに、1998年にはドイツブンデスリーガの MSV デュースブルクに、ついで同年スコットランドのセルティックに移籍した。 セルティックでは、背番号号25をつけた。この番号は、モラフ地区がセルティック対談後も2005年に、中村俊介が同じ、背番号を身につけるまで、モラフ地区の代名詞として扱われ、セルティックで25番といえば、モラフ地区のことを指すというのは常識であった。2002年のシーズン終了と同時にセルティックを対談。その後、 元チェコスロバキア代表監督のジョゼフ・ベングロシュが監督を務めるジェフ・ユナイテッド・イチハラに移籍。同年中に怪我が回復しなかったため、J リーグではわずか2試合しかプレーしなかったものの、触れ込み通り左右両足でプレースキックを蹴って見せるなど、その技術の高さを見せつけた。デュースブルク在籍中の1998年10月には、やはり、 J リーグのガンバ大阪への期限付き遺跡が報じられたこともあったが、これはデュースブルク側の代替選手補強が失敗したために決裂した。ありがとうございます。